優香、愛花のあなたに夢中。あれ今終わりました。優香、愛花のあなたに夢中。はい。さあここ何この、はい、このこれ陽光桜、陽光桜使いました。中国のねすごくいいでしょ。今ねビデオ収録中なの、テレビの収録中、いいでしょ。こう今日ここそうなんだ、疲れるからこの位置で、そう今ね撮ってもらってるから ね、うちの可愛い可愛い子ちゃんなの、後で ね一瞬こう登場してほしいよね。自分そうよ、そうよ、そうしましょう、しましょうね、はい、さあ今日なぜここにいるかというと、はい、ここはどこ、はい、中野いい場所、場所を言っていいんじゃない、大を言わない、そうよそうよ、はい、中野小劇場、すっごくいい舞台ですよ。ちょうどいいわね。そうちょうどいい。ちょうどいい大きさね。だからね、素晴らしいわよね。音響もいいしね。うん、ねついでにこれで踊ったのね。はい、そうね。初めて触ったのね、これね、うん。ちょっと腕は短いけどね。こんにちは。こんにちは。いや、乗れんか、それ。乗れた。まあ、今日はいい天気でね。うん、さあ、この間、はい、なんか、どっか行ったよね。私たち、高齢者施設。うん、そう。あれもいいわね。踊りで行くのもいいんですよ。でも、ネイルやって、綺麗になって、手も綺麗になって。ほら、ね、愛ちゃんはいつもほら、ネイルして、はい、私はしてないの。なんかここからさ、なんか吸収されそうな気がしてね。でも、はい、そのジェルネイルっていうものをね、あの高齢者の、ね、お客様にやったわけ。うん、そしたら喜んでね。はい、そうほらほら、写真があるわよ。はい。時間帯ちょっと見てた方が良くないか。はい。うんはい、はい、どうぞ、ね、どうぞ、ほら見て見て、うん、そう、優香が説明をしてこういう風にやりますね、ネイルを選んでもらって貼るんですよ、貼って綺麗に合わせて、みんなすっごい綺麗になっちゃう、これね、これこんな感じよ、こんな感じ、はい、実はこれ100均のねそうでもね、すごくいろんな種類があって、うんはい、なんかダイソーじゃなくていろんな種類だね。でも貼って取るだけ。ほら高齢者の皆さんだとなかなかこうお家帰ってさ ね除光液で取るとかね取るのも大変だし、うん、ということで剥がせる。はい、でもね私ね、実はね思ったのは、うん、本当は、うん、そのほら看護師の ね人とか働いてるお姉さん方、うん、だってさ、ね、ほらそれを夜出かける時をねデートに出かける時にパチャって出れるでしょ。そう。仕事に行くときはペロッと外して、そうよそう、安いしね、はい、で好きなときに自分で切って貼れるとかね、はい、いろんな種類もあるし、ということでこれをやりました、はい、見てみてこの写真、ほら愛ちゃんやってるよ、はい、はい、どうぞ、はい、ね、こういう風に合わせて親指から小指どんどんちっちゃいのを合わせてやってって、ヤスリで綺麗に揃えます。で、男性もいらっしゃる。そうそうそう。じゃあ男性は紫の濃いのがいいかなって言ったらピンクを選びました。そうそう、はい、実はこの一番派手なピンクを、ね、そう選んでいいって、綺麗、ね、あの薬指にやってたよね、うんうん、はい、そうこの指にやってます。ほら、これもこの写真ですけどね、薬、うん、ね、うん、1シートに1個ついてる、なのでコロナ対策もバッチリ、はい、ね、すごい、うん、そうね、それがそうよ、すごいわよね、そう100円でこのクオリティはすごいわ、うん、で、手のマッサージします。あ、ちょっとやってみて、はい、ちょっとこれね、ね、はい、こういうふうに立てます、入れて、もうハンドクリームをつけますよ、それから入れで、はい、ツボはいろんなツボがあります。イライラしてるツボ、心臓だって言ってたよ、そこのとこ心臓とか言ってた、ここ、ね、ここからもね、いろいろ、ね、で、このまんべんなく全部やります。一回月3秒って言ってたよ、ゆっくり3秒押して3秒押して3秒で戻る、3秒で押して3秒でもね、全体くまなくやります。で、クリームがついてますから1本ずつ
ぐりっとやってあげると、これ滑りがいいからね、今塗ってなんかゴリゴリいますから、つるっとつるっと、これが気持ちいいのね。そうそう、でタオル、あのおしぼりでこれを拭き取る。で白指姫っていうクリームがある、白いくなる、そうそう、それを塗ると、5年前塗るとなんとびっくり、綺麗な白い点になる。白い点ね、これはほらネイルをして、そっか、でこう綺麗な点になる。今日はほらしな白お白いを塗ってるからね、白塗りをしてます化粧だからね、はい、でもまあね綺麗、うん、それでおばあちゃんたちがね、はい、いやもう手を握って、うん、そうちのマネージャー男じゃないですか、うん、マネージャー男の人に触ってもらう何年ぶりかしら、うん、って言ってた、言ってたよね、マネージャー一生懸命やってましたこれ綺麗に塗ってあげようと思って ね、 ね、そしたらこう、うん、僕はいつでも来てやっておきますという感じから、はい、あそこに置いてくるんですかね、いつでも行きます、行きますね、そうそうそう、うん、やっぱりでもね、うん、やっぱりそれに、ね、でもいいわ、こう綺麗になる、うん、みんなほらなかなか目も悪くなってこうやって剥がすのも大変だけど、やっぱ綺麗になるとすごく喜んでるのね、やっぱり、あれ思ったのよ、この化粧もいいんじゃないの、肌っぽとこうやってやるの、はい、こうね、ここが綺麗になると幸せが見える、あそれからいいんです、そうかそうか、自分でこうやって自分で見えるとね、で化粧もいいけどどれどれってみんな、ね、そっか指がある指、そう、あのジェルネイルって意外に落ちないからね、うん、手洗っても落ちないし全然大丈夫、そうなの、成人式みんなつけ爪をしますよ、でもトイレ行ってこう下着を上げたらもう取れちゃうから、ね、いや着物着せてる間にポロンポロンとか落ちて、ね、この中に入るよね、うん、指が、いやそれがさ落ちてあれば指詰めてんじゃないのかしら、そのほら爪がね、うん、あればいいのよ、見つかれば、だけどないんですよ、見つかんないでね、そう大変なんだよね、探した写真撮影に行くときはもう大変、でもそれからすると貼るってすごくいい、あの本当にいろんな種類あるから下着を上げようか手を洗おうか取れますね、クリームをつけてからとちょっとあれだけどね、うん、その前に貼る分には全然取れなくて、ね、ね、そういいわね、こういうね、毎年行きましょう、そうか、うん、なかなかね足のツボもいいと思いますね、じゃあほらうちの、あのモデルちゃんにちょっとおいでよ、はい、こっちに、こういう、こうやって国を持ち替え、持ち替えて真ん中、真ん中にいらっしゃいね、はい、はい、うちの可愛い子ちゃん、可愛い子ちゃん、はい、紹介します、はい、こっちおいで、自分を撮るの、自分を撮るの、はいはいはい、これ撮れるかしら、はい、じゃあ時間見てください、はい、お名前は、お名前、松岡のぞみです、見えてるかな、のぞみちゃんで、何やってんの、いつもモデルしてます、うん、ほらほら、あのせっかくだから今出てるの紹介したら、あ今は、うん、TBS の朝の9時55分から、はい、ショッピングチャンネル気になる金曜日の映像のモデルをしてます、よかったら金曜日の朝見てください、はい、見てください、ね、あれ紹介するの、商品を紹介とか使ってる感じとか、はい、なかなかいいわね、あ、 ありがとうございます。今日ね、中野に住んでる、かわいいでしょ、もうさ、なんかうちの娘が、娘もかわいいけど、いやいや、うちまたかわいいね、本当にね、めっちゃかわいいんですよ、ね、そうよ、映ってる、映ってるかね、のぞみちゃん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 っていうの、のんちゃん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 っていうの、はい、のんちゃんです、さあ、みんなこれから応援してあげてね、一押しを、ね、そうそうね、じゃあ実はさ、ほら明日実は放送なんです、本来ね、そうなんです、で実は私たちは見えてた、どこにこの2人しか映ってない、こっちここで見えてる、これで、ね、どこにいるかというと、ちょっとこれからまた巡業に行きますので、ね、それで私たちどこへ、どこへ、つくば、つくばに、これ終わりで、ね、ということで、なんかこのね、後半戦はこの間収録した、はい、あのとっても素敵な足立区のカラオケ屋さんで、ね、
やることにね、収録を皆さんに見てもらいたいと思います、ね、で、はい、その次、8月はまたね、はい、実際オンラインでやりますけれどもね、はい、ぜひ皆さんのスタジオにね、行きたいと思いますのでね、よろしくお願いします。じゃあ行こうか。はい、あいか、お仕事、あ、人の名前だ、ね、あったね、あ、ゆうかでした、あ、ゆうか、あいか、のぞみのあなたに夢中。はい、ありがとうございます。後半も見てね、ダメよ、見ないと。ゆうか、あいかのあなたに夢中。あれ、今日なんかどこ、いつもと違うね、どうね、この風景がいいの、おいしいね、どこと思います。はい、足立区ね、詳しいことは後でだけど、はい、さつまいもの会のご縁があってね、はい、もう私たちの大好きな第二のふるさとみたいなところよ、はい、足立区ね、いいよね、うん、なんかこのものとして嬉しいわ、うん、でもさ、最近雨ばっかり、今日も降ってるわよ。そうね、また梅雨にね、前に戻った感じ。いや、この間の、ね、川越えすごかった。そうよ、川を越えなきゃいけないからね、都内から帰るときはもうザザザザすごいの、道路も道路ね、川よ、道がいっぱい、川だったの、川、そう、川越えだけに、川越えだけに、はい、あとね、今はどうだったの全然平気、でも帰るときにもう冠水してるから通れません、こっち通れません、こっち通れません、橋の下のね、下段にこう入っていくとね、うん、あのたまにこう、あ、車が入っていったなって出てこないの、うん、これ渋滞してんのかなという時はもうね、中でね、浸水しちゃってね、ぷかぷか、エンジン止まってますからね、気をつけて、怖い怖い、大きい道さえ行かないといけない ね、そうね、だから今生まってた、生まれたどこなんですか、大きい道さえ行かないといけない、行かなきゃいけないってね、福島じゃなくては宮城ですけどね島根ですけどね、そうよ、大きいコロナ増えてた島根も、そうなの、今までで一番多いんです。どうしても、東京すごいわね、びっくりです、もう来週に何行くかしらっていう勢いよね、うん、でもここ気をつけてほしいね、ここはそうなんです、空気清浄機かけて安全にやっております、ね、あ、じゃあちょっとね、はい、さあ、え、なんかね、雨も降ったし、地も固まって、はい、結婚式じゃないですか、そうそうそう、そうね、歌も踊りも、今日はそうよ、歌も踊りも楽しみね、なんかここの広いところでできるっていうのはね、広いから嬉しいわね、ほら、いつもの相棒でもない、相棒、はい、相棒、カモン、カモン、18、ゆうか、あいか、18のあなたに夢中。さあさあ、18ちゃん、はい、ここはどこ、ここはね、し、諸角や千歳市長の地元でございます。あ、市長って近いの、近いんです、あ、近いんです、はい、あのーね、師匠とも応援何度か来ましてね、もう喜んでいただきました、ね、やっぱりご縁があるわね、ね、足立区第二のふるさとになって、ね、うちの妹も、ね、竹野さんが住んでました、住んでました、5年間の前に、バンザラ、バンザラじゃない、ないなんか、ね、近くで住んでました、ね、あら、そういうことさ、前回なんて言ったか覚えてます、前回、なんか踊りの、はい、踊りの、ええ、そう、今日はお披露目したいと思います、初めてです、そうです、はい、侍という、師匠の曲で、曲でございます。いい曲なんですよ。侍ってほら、昔の侍の話？そうですね、あの、師匠の合図ですね、福島ですね、そこで、あの、馬のですね、あの、あ、馬でバーッとくやつね、それです、甲冑をかけて、はい、馬でつけて、あの弓矢でバーンと打ちながら行くやつですね、はい、それがすごい有名でございます、
それのゆかりの歌でございます。そうなんですそうなんです、はいはい、え、今日は一人で踊られるんですか。私 の、 あの踊りの師匠、はい、安倍先生を呼んでおります。どうも安倍先生、すごいんですよ、お若いんです。どうぞ、どうぞ先生、どうぞどうぞ師匠、これ4人になって、ね、先生のすごい横で横で、はいはいはい、はい、安倍先生でございます、はい、よろしくお願いします。お願いします。もうこの着流し見てくださいよ、ね、かっこいいね、色もいい色だしね、なかなかかっこいいわ、加工もいいし ね、 ね、踊りが喋るのが苦手だから、喋るのが苦手だ、喋るのが苦手、そうなのかしら、万単やってください、そうですよね、はい、じゃあそろそろね、あのぐらいをお願いしますね、はい、じゃあちょっと喋ってみて、
昔の古の、ね、侍から続いてきた、はい、夢桜どんなみんな夢を見てね、いやいいわ、で途中に誰の名前が出てた、そうなの、師匠の名前が出てきたの、びっくり、ね、諸角や千歳、はい、何回も聞いてんのに、ね、で気づいた、気づいたの、はい、今日よ、あら師匠やっぱりここにいるんかい、やっぱりいるのよここに、じわじわ頑張れ、あっちから見てるわ ね、 ね、はい、そうよ、いやよかったね、それに負けじと私たちも気合いで、気合いでいこう、はい、気合いでいくんじゃない、気合いでいくんじゃない、気合いだ、気合い、気合いだ、気合いだ、気合い、はい、はい、気合いといえば、はい、お祝いの建前の歌でございます、最近はね、もうお祝いです、ね、ここで行きましょうかね、はい、さあ行きましょう、お願いします。そっちから。朝やの朝の ね、はい、はい、じゃあ初めての休憩よろしくお願いします、はい、どうぞ、うん、時間かかるね、まだね、
自分の授業料だとかね、そう全部妹の、あ、そうそう、妹の竹野さんの住んだ妹が全部あの、ね、授業を使い込んじゃってね、しょうがなくてバイトに行けっつってねこうバイト、昔はほら電話もアルバイト、タウンニュースなかったけどこう、でアルバイトの電話をかけて、もう都内にねバイトに行かせて、自分も言ってましたけど、いやーなんか思い出しちゃう、いい曲 ね思い出すわね、何年前よ、そんなの言えません、言えません、いいですね、またね、さっきやりました、すごいよどんだけ前よって、そうそうそう、昭和の時代でございますから ね、でも思い出すわ、多分でも今でも、あの、お母さんお父さんご両親はね、やっぱりこう自分の娘息子のためにね、みんな頑張ってるんですよ、はい、ね、給料上がらないってね、みんなこんだけ言っててもね、はい、ね、実家で暮らしてる学生さん、働いたばっかりの人、やっぱりね、家に入れてほしいわね、いくらちょっとお母さんに使ってあげるの違うかもしれない、きっとお母さん絶対使わないでね、貯めておくけど ね、そう、でもやっぱりきっと嬉しいよね、嬉、ね、しいよ、うん、さあ、はい、じゃあこう今日はね、せっかくこう広いところなのでね、はい、私たちもちょっと踊りをしたいと思いますね、はい、あの女のつづら織りとかね、さっきのお給金じゃないですけどね、つづらというか99の織ると書きます、ね、それはどういう曲かというとね、もうまあ、男性だけじゃなくて女性もいろいろほらね、男だって女だっていろいろあるわよっていう歌もあるくらいに ね、やっぱり好きになって結婚してうまくいかないこともありますよね、別れて子供を一人で育ててね、紆余曲折があって、でもやっぱりこう女性ですからね、恋をしたいというねこの思いがあってね、ちょっとね、肩に手がっていうところがあるんですよ、ね、そういうストーリーでございます、はい、それを、まあ、1番が愛か、はい、2番が優かで、3番が愛か優かで愛舞踊でいきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ行きます、はい、おいちゃんどうぞ、はい、thank you.
Yeah.
くー